鴨井は、兵庫県南東部から、大阪府を流れる稲川の右岸から取水して南流し、川西市南部の鴨地区、釧路地区と伊丹市東部の北村地区や伊丹港町へ、考え水を送る水路。現在は、阪急川西の瀬口駅及び JR 川西、池田駅周辺や伊丹市の春日丘急地区から、中心市街地までの大半が暗渠となっており、流路が現れているのは、 川西市、釧路地区や伊丹市芋路地区と一部となっている。鴨居は、稲川の右岸の標高県川西市旧小戸村にあった、堤から取水し、小戸村を通過し南流する。鴨居を利用する集落では、最上流部の旧鴨村が、伊お屋となり、次の旧、釧路村が、いこうや、現在の伊丹市の北部や中心部の村々が、いことなっている。 主水源となっている稲川の流域は南北3 3トル東西2 0トル流域面積は383平方キロメートルであるが瀬戸内海型気候のため年間降水量が1 5 0 0ト、mm、ルから1 8 0 0ト、mm、ルと全国平均より少ない上季節によって川の流量が大きく変化するという特徴があり滑水期には 上流の小戸村との水争いや、鴨井内部での水分配をめぐる紛争が多く、発生した。現在は、川西市阪急川西池田駅及び JR 川西、野瀬口駅周辺の中心市街地や伊丹市の、春日が旧地区から、中心市街地では、大半が暗挙となっており、流路が現れているのは、川西市、釧路地区や伊丹市茂字地区と一部となっているが、 農業用水として利用されている。稲川カモイ遺跡川西市お土神社前を流れるカモイ、カモイ記念碑、状況、現六年間には、稲川のカモイ遺跡の上流に、お戸遺跡が整備され、お戸周辺の集落の考えが改善されたが、これは、滑水期には、カモイで使える水量が減少することになるので、カモイ組と、小戸組の間に水論が多発する。 県の99年の総論では、軍隊から派遣された剣士の見聞を踏まえて、踊りの推理について細かく、条件を定めた話題が成立している。なお、ここで決められた条件の中に、踊りから、地区の用水路に取水するときに取水口の下手に石を6個か7個置いて、水をせき止めるという項があったが、天保3年の干抜のときに、鴨井組が調べたところ石が9個に増えていて、 訴訟沙汰になる。この件は水をせき止める七つの石の目方を一つ一つ計測して、今後の間違いが起こらないようにすることで合意されたと、あるが、現在ではその七つの石は、水路から引き上げられ、鴨神社の境内の一角で展示されている。昭和30年代以降、鴨井の流域の川西市、伊丹市は宅地化が進むとともに人口が、笛工場誘致も、 積極的に行われたことで、農地の灌漑用水としても、カモイの重要度は低下していった。かつて200ヘクタールあった、灌漑面積は、平成26年には、約42ヘクタールまで減少している。特に流路末端部である、伊丹高町地区は都市化が進んだため、灌漑用水としての需要がほとんどなくなって用水は、暗渠化されており、流路の一部は、伊丹緑道に、 整備されている。川西市の繁華街を通る部分では完全に地下化されており、地上から流路を追うことはできない。川西市かも遺跡改修記念碑蛇かごによる石は昭和34年に蛇かごをコンクリートで固めた固定石に改築された。ただし、固定石では洪水時における流量の調整ができないことや老朽化が激しくなったことから平成13年に 空気膨張式の稼働席に改築された。夫婦土井と七津石兵庫県伊丹市、北本町滝地蔵。ありがとうございます。